響きの高橋です。この2、3日寒いですね。8月の後半というのに、今日は珍しくこんな長袖を着ております。とても寒いですね。多分気圧の変化もあると思うんですけども、こういう時には体調とても崩れやすくなります。頭痛がしたりですね、肩が凝ったり腰痛したり、とても暑い夏の暑い季節がずっと続いてたのに、急激に気温が10度ぐらい下がってしまう日がこの 2,3 日ずっと続いてますね。あと 2,3 日ぐらいはずっと思います。体調がとても優れない方が出てくると思うので、こういう時には基本的にはお風呂に入って睡眠を十分とって栄養をたくさん取ることをお勧めします。どうしても体が辛くて我慢できない時にはぜひ響きにお越しください。血行を促進して体質改善してとても元気になれるようにお手伝いをしたいと思います。以上です。